令和5年1月20日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその1です。はい、では瀬谷さん。はい、まず最初のニュースです。林外相の年明け訪中予定は放置ということで、中国外務省ブリンケン国務長官の訪中歓迎、米国と調整中というロイターの記事からご紹介します。はい。はい、ちょっと読んでみていただけますか。ブリンケン氏が2月5日に中国を訪問するとのアメリカメディアの報道に関する質問に、ブリンケン国務長官の訪中を歓迎する、中国と米国は現在具体的な段取りについて連絡を取り合っているというふうに、中国報道官が述べたということです。さらに中国は米国が中国に対し正しい見方をし、対立よりも対話を、ゼロサム的な思考よりもウィンウィンを支持することも望んでいると述べたということです。2月6日に中国の外相とブリンケン国務長官が北京で会談するというふうに想定しているとのことです。うんうん、なるほどね。まあ、ここでのポイントは2つあると思うんですよね。1つは、まあ、ブリンケンがなぜ今行くのか、何を話そうとしているのかということがありますよね。はい。ウクライナの方がどんどん膠着状態になってきてですね、その後のどうするのかというこのテンションを緩めようとしているのか何なのかというポイントが一つと、もう一つは林さんなんか忘れられちゃってこのなんか年内行くとかってすごいルンルンとかしてて腰に手当てて、でなんかそしたらオーストラリアのペニー・ウォン外相は行っててですね、はい、そうですよ、それで会って話してるんですよ。で今度はまあブリンケンが行くということで、もう林さん別にいいんじゃないっていう感じですよね。存在感が、で、あの林さんがミサイルぶち込まれても沈黙した林さんがぶち切れてたのが中国のビザ発給停止もうあれはぶち切れてましたね。そうですね、あれだけ強く抗議してましたもんね。そう、あれはもうね、もう EZ よりもねビザの方が大事というね、はい、いやでも出してくれないとか会ってくれないというね、はい、これほど役に立たない外相ってのは珍しいですよねもうよくこのなんていうかな、人間としてのプライドが持ちますねと、そんな相手、ね、扱いされてね。でもこの人特別扱いされてることは事実なんですよね。だから地元の選挙区でいろんな公職選挙法違反みたいなことがどんどん出てきてもね、他の大臣はどんどん罷免されたり辞任したりとかあったけども、彼は全く叩かれないんですよね。なんかこう特別扱いされてないか、それ理由が必ずあるわけですよ。でもじゃあ役に立つかというと役にも立たないんですよね。いや、害でしかないですね。いや、これがもう日本の姿どうしようもないですね。はい。それで、これは中国の方のツイートなんですか。はい、総文集さんの1月17日のツイート。日本記者、林外相が中国訪問を計画している。中国スポークスマン、どこから聞いたのか。つまりこれ知らないよっていう意味、これそういう意味かな、これは。そうなんですね。笑いの絵文字がついてますからね。はいはい、はい、で勝手に計画してうち知らないからって言ってるようなもんなのかな。そういうことですね。はい、そしてもう一つ宋さんの、ツイートがあります。宋主国の外相国務長官が来るから植民地日本の外相が来る意味がないという意味だ。そういうこういう解釈ね、はいはい、解釈はこういう意味だと。宗主国の方がね来るからね、もう日本はいいよ、属国の外務大臣に来ても意味ないよと、そういう意味だと、もうはっきりとそういうことでしょうけどね。でも常々不思議なのはですね、このアメリカの場合はですね、当然宗主国ですから、はっきり言って、だから総理大臣であれ外務大臣であれ気に食わなかったらあいつを早く辞めさせろと、圧力かけてくるんですよ。で、もともとその半年もですね、首脳会談ができなかった、岸田政権になって、でその理由の一つは島田洋一先生、福井県立大学のが指摘されていましたけども、やはりなんであんな超親中派を外相にしてるんだと、
うん、おかしいんじゃないかということで不信感を持たれてずっと会えずに来たということですね。でもアメリカはもうあいつをとやくやめさせろという圧力をかけたのかどうか、かけられても岸田さんが嫌だと言って守っているのか、そこはちょっと不思議なんですよね。で他のですよ、あんまり言いませんが、あのより保守的な議員であればですね、あいつは早く辞めさせろという圧力をかけられたりはしているわけなんですよ、うん、でもなんでここで林さんだけアンタッチャブルになっているのかという、ちょっと不思議ですね。そうですね、うんうんうん、あともう一つやっぱりその、あの平井先生があの前半でねおっしゃってた、あのアメリカの動きはどんどん中国に対する規制がすごく強まっている中での訪中っていうのは、これアメリカも一枚岩ではないということなんですか、それとも。そうですね、何を話ししに行くかってことなんですよ、うん、でそこがちょっと見えてないんで、見えてない、ですね、ただあの、まあ、私の見方ですけど、うん、あのやはり議会っていうのはアメリカのその世論ですよね、うんうん、を反映して動くわけですから、やはり対中国に対しては強硬な姿勢でいくわけですよね、うんうんうん、でそれで、その法律を作ってその執行する側にいるのがブリンケンさんの方なんですよね、政府として、はい、だからアメリカは完全にその議会が法律作ってそれを執行するのがあの政府っていうことで、日本と違ってきれいにこう役割が分かれてるんで、おそらくですね、うん、まああのアメリカの方もアメリカの政府もやっぱ議会の圧力に押されていくだろうと思ってるんです、はい、でだからまあ今ご質問があったようなちぐはぐさっていうのはやはり役回りが違うからと、うん、だから例えばね、あの、まあ、今日ちょっとお話ししなかったんだけど、その年末の動きの中で大きなものがその台湾なんですよ、はい、で台湾に対するその法律っていうのができたんですけど、一つだけ議会の案から政府、あのアメリカ政府が頼んで削除してもらったことがあって、でまあ、いくつかあるんだけど、その大きなのがね、議会は法案の中で台湾当局、うんうん、オーソリティオブ台湾という呼び方をやめて台湾政府、ガバメントオブ台湾と呼ぼうと、うん、でちゃんとしたプロトコルを使いましょうっていうね、うんうん、これもはっきり言って一つの中国原則を真っ向否定したんです、議会は。台湾政策法、そうそうです、そうです、おっしゃる通りです、そうです、うん、でそれをそこだけはやめてくれと、うん、いうことで、残念ながらこの法案からは削られてしまったんですけど、そこがやはりこの議会と政府とのそのなんていうかな、あ、まあ、温度差というかね、うん、まあ、あのだから議会ははっきり言って一つの中国原則なんて認めないよということを言ってるわけですよね。うん、まあ、まさにそういうことで、あの議会とそれからホワイトハウス、国務省ですね、うん、は必ずしももちろん一致しないわけなんですよね、うん、で特にまたこの議会は、まあ、ずっと平井さんのこれまでのご説明にあったように結構強硬にやってきた、うん、しかし今度下院がまた共和党に移行すると、はい、そうなるとますます強硬になってくると、うん、そうなってくるともともと親中的な傾向の強い国務省は、うん、特にバイデン政権における国務省はちょっとそこで中国に対してまあまあちょっとこういう状況だけど、まあまあ、あのそんなことをね荒立てる気はまあないし、そういうことあっちゃいけないよねみたいなことを言いたくなるっていうのはあるだろうと思いますね。なるほど、うん、例えばあのウクライナ戦争にしてもですね、今まあ膠着状態に、まあ、いろんな情報が乱れ飛ぶでしょ。じゃあその時に、これあのゼレンスキーが来たじゃないですか、はいはい、であの時うわーってもうやったのが、まあ、民主党の議員とそれからやはり、国務省ですね、うん、そして、まあ、バイデンホワイトハウス、うん、まあ、あとペロシ、相手人たちは行け行けと最後の一平前戦えとやるわけですよ。だけどその一方で共和党の議員は多くが欠席、うん、そしてペンタゴン国防総省は、はい、もうここ年でやめにしないとまずいとってことを言うわけなんです。だからそういうふうにこうバラバラになるんですよね、うん、そうすると、まあ、平井さんの説明にあったように議会はどんどん行くでしょう、うん、締め付けをどんどん行けというと、そうするとやっぱりあの国務省っていうのはもう結構慎重だから、うん、とやっぱりそこで分権がバッファー的にふにゃふにゃふにゃ、いやまあまあまあって
まあまあってやろうとするだろうなっていうのは想像はつくんですよね。なるほど、うん、いや、よくわかりました。ありがとうございます。まあ、日本は全部ダメなんで、ね、日本は誰も機能してないっていう、日本は全部あの、ね、もう心中微中、うん、なんでね、はい、次ですね、はい、公明幹部、菅前首相の苦言に反論という記事が出ています、うん、でしょうか。公明党の北側和夫中央幹事会長は19日の記者会見で、防衛費増額に伴う政府の増税方針をめぐり、菅義偉前首相が突然だったと苦言を呈したことに対し、うん、突然出てきたという印象はないと反論した。いや、突然ですよ。突然でしょ。突然ですよ。いや、読みながら笑いが込み上げて、突然何言ってんだそうそうそう、ね、そういう感じですよね。何なんですか。急ですよね、あれはね、うん、なんか公明党っていつもね、いや、そうですよね、本当ね、税金上げるの前にね、あの前半の一般ライブでも言ったように、あの中中スキームなんとかしてほしいですよ。いや、本当そうですよね。本当、中中スキームを温存したまま税金中中するのやめてって言いたくなるところですよね。はい、そうですよね、うん、国民が中中すればいい、うん、あとみんな、ね、満点なく、そういう無駄な、ね、ところ、例えばあの本当に公金が流れて、でそれがそういう左翼活動家を支えてなんていうね、うん、状況はもうとんでもないじゃないですか。もうありえないですよね。ありえないですよね。ありえないですよ、うん、だからそういったものを全部やっぱり消してってね、うん、そうしたら1兆円どころかね、何兆円も浮くかもしれない、うん、本当にそうですね、それが筋というもんだと思うんですよね。